はいえーどうも今日はあの技術やボクシングに従うのではなくて、従えるっていう話をします。えー、とですねこれ、結構大切なことだと僕は思ってますね、あのー、まあ、ボクシングとかですね技術論、それに従うのか、それとも自分のボクシングとか自分の生き方に従えるのか、これによって、ですね同じことやってても全く違うパフォーマンスになると僕は考えています。 僕もいろいろ二軸とか手打ちとかなんか業種とかいっぱいやっ発信はしてるんですけどもこれに従ってはいけないんですよあくまでもあなたのボクシングとかですねあと人生観そしてまあ単純に生き方ですよねそういうのに従えないといけないんですよね僕のやり方とか僕の生き方僕の技術論に従ってそれを再現しようとするっていうのは良くないですねそれはもう あの形としてはですね奴隷になってるんですよね僕の逆に僕の技術論とかですね考え方を奴隷にしないといけないっていうことですこの主従関係が逆転してしまうとうまくいかなくなりますねボクシングもその人生とかもそうですけどで、えー、これまたフィードバックループのおー動画でも説明して前回の動画でも説明してるんですけどもこれどうしてかっていうとですね 一つの考え方、まあ、僕の奴隷として僕の考え方を再現しようとするということは成長の経路を一,一つに限定してしまうということなんですよね。あらゆる可能性に心を開かないといけなくて成長するためには、えー、一歩の道だったらそこがもしかしたらです、ね、行き止まりかもしれないし袋工事になっているかもしれないんですよね。そううなってしままと機械損失が大きくなりますから があ,可能あらゆる経路が取りうるという,して、えー、いう心構えが必要なんですよね。で、まあ、このフィードバックループの話なんですけども、えー、核分裂反応とか、こう歴史のフィードバックループ、その歴史の技術革新とかですね、人工爆発とかって、何がきっかけになっているか分からないんですよね。 えー、本当に些細なことをきっかけにそれが連鎖反応して,、えー、なんて想像もできないような技術であるとか歴史的な事件を引き起こしたりするんですよ、あの第二次世界大戦がテロから始まったんですけども、ただ、そのテロはタクシー運転手のが道を間違えただけだったとか、ですねそういう超単純な。 自、えー、象のこう連鎖反応によってこう出来事って起こっていくんですよでそれが一体どこで始まるのか分からないのでこう心を開いてあらゆる可能性に心を開いてこれがもしかしたらきっかけかもしれないとかそういうふうに前向きに取られてです、ね、やっていくことがとても大切になります。でその まあやり方というか考え方の,その再現の方法としてはボクシングとか技術論とかですねあとまあ人の考え方これに服従しないってことですねあくまでも自分の考え方とか自分の人生自分の哲学えにえ従わせるってことですねブッダはですねこうブッダって仏教のブッダあ創始者のブッダって言いますがブッダは自分の教えをこう弟子たちにえ伝えるわけですよねでその時に弟子たちが 自分の教えにに縛らられててすごく生きそうにしてたとでブッダはこう言うんですよ、いかだていうのは川を渡るためのものであって、陸を,担いで、えー、陸を歩くときに担ぐものじゃないよと、で君たちがやってるのは、川を渡りきった後も、いかだを担いでるようなことなんだよっていうことを話したんですよね。 どういうことかというと、えー、その状況状況に応じて必要な考え方を用意して必要なくなったらそれは捨てなさいということなんですよ、その仏教の考え方とか仏教言えばそうですがキリスト教であるとか例えば社会的な常識であるとかボクシングの世界観ですよね、フック、アッパー、ストレートというものに縛られてはいけないよということなんですよ、それはあくまでも必要な時に使うものであって、えー、必要なくなったら捨てなさいということなんですよね。 これはまさに宗教関係の話をしてて、えー、イカダの奴隷になるなと、つまりブッダの教えの奴隷になるなということなんですよね。あくまでもブッダの教えは、えーまあ、その川を渡るためのもの、困難を乗り越えるために必要なものであって、困難を乗り越えたあと、えー、もこうずっと背負い続ける必要はないと、もうすぐに捨てて別の新しい考え方を探しなさいということなんですよね。これがとても大切だと僕は思ってますね。 こう論理的に言えばです、ね、成長の経路が限定されるからなんですよね、このだを担いで渡ることによって、1つの考え方に固執することによって、あの他の可能性が見えなくなるので、えー、論理的に言えばあ、そうやって成長の経路を限定してしまって、成長がこう阻害されてしまうんですよね。あとまあ心の 働きで言えばやっぱりこの誰かの考えに従うのって気持ち悪いですよね、嫌ですよね、なので伸のび伸のびできないんですよ、まあ、ジム想像してほしいんですけど、もこうしろ、こうしろ、こうしろ、こうしろって言われてたら嫌ですよね、やりたくなくなる、ジムに行きたくななくなるし、楽しくなくなるんですよ、そうするとうまくならないですよね、練習しないので、それよりはもうそういう、あくまでも一つの考え方、自分の生き方とか、自分のボクシングを表現するための一つの手法として取り組むだけにとどめてですね、それに従って、 ししまわなななないいよようにしなければならないんですよこれはボクシングに限らずだと僕は思っててお金とかもそうですよねお金の奴隷になるのかお金を奴隷にするのか常識の奴隷になるのか常識のを奴隷にするのか、えー、あとあ科学を奴隷にするのか科学の奴隷になるのかとか宗教を奴隷にするのか宗教の奴隷になるのかこれとても大きな差があると思いますねこうで結構多いのがやっぱりみんな あのの観念この宗教とか科学とかボクシングという観念の奴隷になって,てですね自分自身を表現できてない自分の人生が、えーまあ、ボクシングの奴隷になっているとかですね僕プロボクサー多いなと思うんですけども自分の人生の自己実現の表現の一つの方法としてのボクシングということではなくてもうそれ自体が自分の人生になってしまっているということですね。 経路が一箇所に限定されてしまうので可能性が閉ざされてしまって、まあ、単純にうま,くうまくいかなくなるんですよ、まあ、ちょっと今回も話まとまりないんですけどもお心を開いてですね経路を一箇所に限定せずに、まあ、あらゆる可能性を取り込んでいこうということなんですねこれは多分論理的にもそうだしあの心理的に心の問題としてもそうなんですよね なのでこう成長が滞っててですねあまりうまくいかないとかボクシングジムに行きたくないとかですねあのボクシング楽しくなくなってきたという方はこういろんな可能性に心を開いてもっと自分をですね表現してボクシングを奴隷にして技術論を奴隷にしてジムに行ってほしいなと思います。